んどん行くぞ。こんなところだろう。行くぞ。どこに向かう。力が溢れてくるか。開きますわよ。うっしょ、うっしょ、えい。さあ、どうぞ。ここからは密林ミロスの奥地ですね。じゃあ、密林ミロスを抜けたら、いよいよ。あの、魂の森人様、密林を抜けた先にマナの聖域があるわけですけど、魂の森人様が入れるのは聖域の入り口までですの。うん、分かってる。それに僕たちはその前にヒナの痕跡を取り戻さないと。オーリンがジャック豆を登ってるって話は聞いたやん。この密林で待ち受けるのはしんどいと思うで。オーリンがイルージャ島で何をするつもりか分かればな。その人が何をしたいのかは知らないけど、イルージャ島が目的ならマナの木に用事があるんじゃないの？このまま聖域の入り口に向かった方がいいと思うよ。そこで待ち構えたらどう？そうだね。このまま先を目指そう。それでは皆様お気をつけて。マナの聖域には結界があり、巫女だけが先へと進めるのだそうです。ええ、そうなん？バルがおらんと魔物が出てきた時に心細いやん。
大丈夫だ。聖域の中に魔物はいないと伝わっている。モートレアの言う通りだよ。聖域は女神様の結界で守られているからね。ミロスの密林やマナの聖域はかつて精霊界という世界の一部だった。え、いきなり何の話？精霊界はその名の通り、精霊や草人の住む世界。うんと昔、人と精霊は別々の世界で暮らしていたんだよ。女神様の加護で精霊界には魔物がいなかったけど、世界が一つに合体して変わったんだ。世界が合わさった。平和だったミロスに魔物が現れるようになって、それで女神様は聖域に結界を作った。女神様自身とマナの木を守るための強力な結界だから、魔物なんかに破れっこないよ。安心して。難しい話を知っとるんやね。大絶壁を登ったところとはまた空気感が違いますね。聖域が近いし、ここからは巫女の遺構くらいしか通らないからね。でも魔物は多そうだ。気をつけていこう。よし、手に入れたぞ。はっ、いただいておこう。はっ、よっ、いただいておこう。よし、手に入れたぞ。さあ、行こうか。力が溢れてジュリさんは歌が好きなのですか？うん、今までたくさん歌を作ってきたんだ。1460番くらい。1460。どんだけ書いとんねん。よし、手に入れたぞ。サラマンダーキャンドル。耐えられる。ちょっとは成長できたな。何も入っている。悪くないな。力を込めて、このまま導いてくれ。いただいておこう。はっ、いただいておこう。よし、手に入れたぞ。ねえ、悪くない？どっか遠いとこ見てない？きっとヒナのこと考えてるんとちゃうかな。人間って相変わらず大変そうだな。サラマンダーキャンドル。休息していこう。もらっておこう。行くぞ。このまま導いてくれ。
素足で歩いて痛くはないのか。うん、別に痛いとか感じたことはないかな。逆に君たちは靴なんか履いて歩きづらくないの？その発想はなかったな。やっ、はっ、いただいておこう。こんなところで。アナグマが喜びそうだな。もらっておこう。よし、手に入れたぞ。いただいておこう。マナの力、見せてくれ。バグカットこんなところだ。森の中やのにまるで星空みたいや。綺麗。イルージャの外だと草花が光ったりするのは珍しいんだね。でも下には毒の沼が広がってるから落ちないようにしないとね。精霊の力も借りて木の幹を伝えながら進みましょう。行くぞ。このまま導いてくれ。いただいておこう。よし、手に入れたぞ。いただいておこう。はっ、やっ、はっ、やっ、いただいておこう。マナの力、見せてくれ。いただいておこう。よっ、もらっておこう。満足するには早すぎるな。ありがたい。いただいておこう。もらっておこう。
ゆっ、たっ、もらっておこう。たっ、はっ。まずいぞ。よっ、直さないと。よっ、はっ、よっ、はっ、よっ。アナグマが喜びそうだ。よし、手に入れたぞ。よっ、はっ。アナグマが喜びそうだな。喜びそうだな。何が入っている？これは喜びそうだな。タッ、タッ、ヤッ、ハッ、テイ、ハッ、クレイ、ヤッ、ブレードワイヤー、ハッ、どうだ、ヘア、ハッ、ヤッ、ハッ、ハッ、ルナ、あがれ。よし、まだまだいけそうだ。何が入っている？貴重なものだな。よっ、はっ、
様導いてくれ。アナグマが喜びそうだな。何が入っている悪くないな。そういえば月の巫女ってここしばらく来てなかった気がするな。そうだ、バルたちが来て私が巫女になった。それまではあまり外のことは知らないけど大変だったんだね。よし、手に入れたぞ。力が溢れてくるな。アナグマが喜びそうだな。耐えられる。ブレードワイヤー。トリア。使わせてもらう。アイスシールド。冷たようだ。任せてくれ。何が入っている悪くないな。この辺りで少し休もうか。よっ、よし、手に入れたぞ。アナグマが喜びそうだな。よし。うわあ、綺麗な景色やな。密林の木々や草花が日に照らされて、なんとも幻想的ですね。歴代の森人や巫女たちもこの景色に感嘆したのだろうか。さあ、聖域の入り口までもうすぐだよ。一体どこにいるんだ、ヒナ。何も入っている貴重なものだな。アナグマが喜びそうだな。
き。ありがとう。どんどん行くぞ。私と戦うにはまだ早かったようだな。力を借りるぞ。このまま導いてくれ。幸運を運んでくれるといいな。頼む。このまま導いてくれ。油断大敵だ。逃がしはしないぞ。逃さん。気をつけた方が良さそう。まだ早かったようやな。出番だ。このまま導いてくれ。迅速に対応させたもの。耐えられる。サラマンダーキャンドル。逃がしはしない。
早く。覚悟しろ。今だ。承知だ。次。私と戦うにはまだ早かったようだ。期待できるな。
さあ、先を急ごう。よし、このまま導いてくれ。この辺りで少し休もうか。よし、手に入れたぞ。
この辺りで少し休もうか。任せてくれ。着いたよ。ここがマナの聖域の入り口だ。ついにここまで。身の引き締まる思いや。でもまたマナの木に行くわけにはいかんね。ヒナの痕跡を取り戻さんと。マナの木は少し先にある門を越えたところにあるよ。できれば部外者には近寄ってほしくないね。ではこの辺りでオーリンを探しましょう。これが私たちの最後の仕事だな。そういえばこの近くに聖剣があるんだよね。見てみる？おっきい岩に刺さってるからすぐにわかるよ。よし、手に入れたぞ。よし、手に入れたぞ。女神とマナの木のお膝元、ついにここまで来たのか。岩に刺さる剣、あれが聖剣。オーリンもこの辺りに。まずは人の気配がないか探りましょう。聖剣だけど誰かいるね。オリン、バル、ワリ、これでやっと聖剣が手に入る。オリンはそのためにここへ。そうだ、この聖剣があればどんな奇跡だって起こせる。聖剣の力ならきっとライザの石化も直せる。それだけじゃダメなんだ。あいつが土の巫女である限り、あいつは救えない。だから俺はこの剣で世界を変える。魂を捧げなくていい世界に。俺は大切な人を失わずに済む未来を手に入れたいんだ。ライザネーを救うためにヒナを犠牲にしたのか。僕もヒナもあの時のオーリンの言葉を信じてたのに。魂の守り人なら
巫女との別れは最初から覚悟していただろう。俺はただ犠牲になるだけの巫女をより良い世界のために使おうとしただけだ。バル、恨んでくれて構わねえぜ。でもな、俺の選択で今後犠牲になる巫女は現れない。もう巫女という存在は必要なくなる。お前たちもこの呪縛から解放されるんだ。ごめん、みんな、オーリンの言うことはきっと正しい。ヒナにとっても生きたかったと願う巫女にとってすごく魅力的な話だ。バル、それでも僕はヒナが巫女たちが犠牲になるためだけの存在だったとは思いたくない。この世界が巫女によってつながれてきたことには思いが、託された意味があると信じたいんだ。こんな形でヒナを犠牲にした世界が正しい姿だってどうしても思えない。当たり前や。そんなん、うちかて望んでないわ。そうだな。聖剣を抜きたければ別の方法を探してもらおう。ええ、私たちの歴代の巫女の思いをあなた一人が代弁するのはいささか身勝手です。僕のお役目だって草人のみんなに託されたものなんだ。邪魔されちゃ困るな。みんな、こんな僕を信じ続けてくれる仲間がいる限り、みんなをマナの木に送り届けることが、この旅の行く末を見届けることが僕の意志だ。だからオーリン、ヒナの痕跡を返してもらうよ。俺は止まらない。この痕跡があれば聖剣を手に入れることができる。ライザを、いや、ライザだけじゃない、もう誰も失わない世界、ファディールに戻せるんだ。巫女が魂を捧げていなかった大昔の世界、人間、精霊、神獣、そして女神、ファディールではそれぞれが違う時空で暮らしていた。だがある時を境に5つの時空は1つになってしまった。そうしてできたのがクイディール。今俺たちが住んでいるこの世界だ。聖剣の力があればクイディールをファディールに戻せる。魂を捧げない世界に切り分けられるんだよ。そして聖剣は目の前にある。聖剣を扱えるのは選ばれし者だけだという。それなら俺が選ばれし者になってやる。たとえ誰かを裏切ることになっても俺にはこの剣が必要なんだ。オーリン、ヒナの痕跡をどうするんだ。近いのは土か。土。おい、お前、その剣を置いていけ。おう、オーリン、ヒナの痕跡を返せ。ふむ、復活後の肩慣らしに。お前はまさか
ディロフォロス。ほう、我のことを知るか、クサビトよ。せいぜいここで朽ち果てるがよい。ヒナを返してもらう。絶対に。今手合わせする日が来るから。頼んだ。どけ。キリステル。
ことは何人も許されない。傍観者の君が手を貸してくれるなんてね。下がるがいい、ニコライよ。僕は逃げるわけにはいかない。ヒナを、ヒナを取り戻すんだ。バル、とてもかなう相手ではない。今は引くべきだ。聖域の近くに追ってきてはいないようですね。トレントが頑張ってくれたんじゃない？そのさ、トレントとかディロナンとかってなんなん？しょうがないね。僕がかいつまんで説明してあげよう。まずトレント、彼は女神の使いで聖域の入り口を守る者。女神様以外には誰にとっても中立の立場だね。女神様のことは守ろうとするだろうけど、巫女や守り人についてはそうでもないよ。だから今回は仲裁に入ってもらえて運が良かった。それからあの巨石から復活した男、ディロフォロスについてだけど、彼は大昔にマナの女神を倒そうとして封印されたのさ。そんな、まさか。あの様子じゃまだ女神様を倒そうとしているみたいだね。女神様を倒すなんて、どうしてそんなことを？さあね、そこまでは僕もわかんないな。ディロフォロスは倒された時に力を分割されたんだ。それはこの世界の各地に封印されている。では先ほど戦った時はまだ万全ではなかったと。そういうことになるかな。目的を果たすためにもディロフォロスはまず散らばった自分の力を集めるだろうね。なんということでしょう。それにしてもジュリさんはいろいろとご存知なのですね。私は調べ物が好きなのですが、初めて聞く話ばかりです。あれ、言ってなかったっけ。くさびとは精霊のようなものだから寿命がとっても長いんだ。オーリンってやつがいろいろ言ってたじゃない。クイディールとかファディールとか。僕はこの世界がファディールと呼ばれた頃の生まれなんだ。だから僕の言うことはおとぎ話じゃなくて思い出話さ。じゃあジュリっておじいちゃんやん。これだけ話して気にするのがそこなの？僕なんてまだ17歳だよ。これからはジュリさんって呼んだ方がいい？
今さら今さら、僕に向かって偉そうに物を言うみんなでいてよ。でもこのままだとまずいね。なんせディロフォロスの力が封印されている場所には神獣も一緒に封印されているはずだから。神獣、ディロフォロスなら自分の力を取り戻すのと一緒に神獣の封印を解いてもおかしくないよ。やっぱりありえません。神獣とはかつて英雄ディロフォロスが聖剣で倒した存在のはず。女神より授かりし聖なる剣で神獣を倒した英雄譚、読み聞かせや演劇などで語り継がれているものですわ。劇になってるの？何も知らない人間はのんきでいいな。ということは語り継がれている内容は嘘なの？神獣をディロフォロスが倒したのは本当だけど。ん？どういうことや？ハルミナとジュリの話を合わせると、一度は神獣を退けた英雄ディロフォロスが自ら神獣を復活させ女神を倒そうとしていることになるのか。僕が知るディロフォロスであればそうだね。再び神獣が現れたら世界は荒れるだろうさ。こんなんじゃ僕たちが巫女として魂を捧げてもね。しかもさ、ヒナの痕跡今度はあいつに取られてもうたやん。それにディロフォロスの復活を知っているのは今のところ僕たちだけだ。追うんだなバル。うん、相手がたとえ大昔の英雄でもヒナの痕跡を取り返さなくちゃ。僕も行くよ。ここまで来たら乗りかかった船さ。それに一人だけマナの木に向かったらミラルスのみんなに何か言われそうだしね。もちろん私たちもついていくからな。あの男に立ち向かうなら人数は多い方がいい。一国を治めていた者として、国の危機ひいては世界の危機を見逃すことはできません。さっきは不意打ち食らったから負けたんや。ヒナの痕跡を奪った分ボッコボコにしてる。それじゃあこれからどうするかだけど、聖域の入り口に戻ってもあの木のおじいちゃんにここ荒らすなって怒られそうやな。ディロフォロスが土ってつぶやいていたのは聞いたよ。ひょっとしてギッドに何かある？何かも何も、巫女が選ばれる町の近くには神獣が封印されているものさ。あそこにはライザネーやワッツさんがいる。ギッドに急がなくちゃ。ライザネーとワッツさんが心配だ。ギッドに急がなきゃ。でも行く前にいつでも戦えるように準備はしておこう。次は必ずヒナを取り戻すんだ。いらっしゃい。何にするんだ？おめがたか態度悪い。おめがた態度悪い。おめが態度悪い。また来いよ。いらっしゃい。何にするんだ？お目がたかないぶあり。また来いよ。いらっしゃいませ。何になさいますか？こちらでよろしいですか？こちらでよろしい。ありがとうございます。またのお越しを。
少し休憩しよう。